J31-03 戦後のインフレ戦後のインフレちょっと分解していくとまずコストプッシュインフレに関しては空襲によってまず生産設備や鉄道が破壊されてますよと船舶燃料が極端に不足していてまあ船の値段が高いと燃料の値段が高いとまあ高いというかもうそもそもないんですよねで戦争直後に石炭が不足してると石炭っていうのは当時発電の主力ですしまた石炭で まあ、蒸気機関車や蒸気船が動いていましたと。二次大戦中、炭鉱は主に朝鮮半島出身の人が働いてて、この人たちが帰国してしまったので、しばらくその炭鉱で労働力がないと。また、米が不足していると。で、朝鮮半島から食料輸入の事実上停止、米がないということで、インフレが進むと。あと、ディマンドプル。引き上げに船舶、鉄道、燃料が必要ですよと。食料輸送に支障が出てると。 引き上げ者による本土人口の急増。敗戦当時の日本の人口は7000万人で、うちなんと10%、700万人が海外にいて、これらを引き上げなきゃいけないと。で、引き上げて日本に帰ってきても、その急に人口が増えるわけですから、食い物がない、建物がないって話になるわけですね。 じゃあ、このインフレ対策をどのようにしたかというと、生活保護法が制定されたんですが、これ最初はやっぱり全然機能してないです。一応作ったものの。先ほど言ったように、インフレっていうのは貧困層にダメージを与えると。貧困層が一定数増えると、まあその革命や暴動が起きる可能性が高いと。故に、まあ貧困層にある程度巻いた方が治安対策として有効だという考え方があります。 まあこれ、有名なフレーズが、最大の治安対策は、社会政策であると。お金に困ってね、強盗して、人が死んだりとか、そこでパトーカーが出て、お周りが出て、税金が使われて、とそいつに数十万渡し置いたら、この事件は起きなかったみたいなことですよね。引き上げ希望者の抑制を考えて、その、現地にいろと、帰ってくんなっていう指示を、当時の厚生省は出してます。<laughs> すすごいですよね帰ってくんなってもうすごいですよ。送りのために海外に行ったのに、本国に帰っても建物ないし食料がないんだよって言ってるわけですよね。で、できるならば、現地除隊をやれと。で、まあ、軍隊単位で基本的に引き上げてくるんですけども、一部にはもうそこで定着すると。まあ、現地除隊をちょっと考えた人で有名な人が水木しげるですね。まあ、結局、日本に帰ってきましたけどね。で、通貨流通を抑制と。金融緊急措置令。まず、通貨 インフレが起きてます。で、なんで通貨インフレが起きたかというと、日本が戦争に負けましたっていうのが、まあ8月15日、玉音放送出されてと。で、政府が軍需企業等に発注していた物、そしてそれに対する支払い。で、この支払いを一気に行ったんですね。で、かつ、軍人さんとかそこの公務員とかにも、はい、じゃあこれ、お給金ねってバーってこう出してて、 でやたらに通貨が出回ってるわけですね。物がないのに通貨は大量に発行すると。うちの親戚が引き上げたときに、厚生省のお役人さんがこの列に対してこう現金を配っていくわけですね。当面の生活としてで。こういうのも印刷しなきゃいけないわけですよね。で通貨供給が過剰になっていて、かつものがないので、破局的なインフレが起きてるわけです。で、何度も言う通り、インフレ抑制はマストなんですよ。 だから、金融緊急措置で出しました。これ後で詳しく。あと、生産が不足してるから物がないんだっていうことで、生産を拡大するために、経済生産方式や経済安定本部という役所を作って。じゃあ、ちょっと具体的に金融緊急措置で見ていくと、これもう断行ですね。シデ基重炉が。9円の預金を封鎖し、と。まあ、今までのお札9円と言いますけども、9円はもうこれから使えませんと。これからは、 新円になりますと今まで9円が法定通貨だった。つまりこれで罰金だとか、税金だとか、公務員の給料だとかいうのをやってたんですけども、これからは新円を法定通貨にしますよ。9円は法定通貨でなくなりますよ、と。連ン,ンマルクみたいなもんですかあ、えっとね、連ン,ンマルクとはね、違う。連ン,ンマルクの場合は、ドイツでインフレが起きた際に、新しい お札、レンテンマルクを発行しますと。で、この場合は別に強制性はないんですよ。あの、ドイツの場合は、新しくレンテンマルクで発行しました。で、このレンテンマルクは素晴らしいですよ、皆さん。あの、ドイツの土地を買うためには、大家さんに権利になるためにはレンテンマルクが必要ですって言って、あじゃあレンテンマルクに変えよう、レンテンマルクに変えようって、そのために、 持っているものを供給して物が供給されてインフレが抑制されたっていうものなんですよねでこれ別に強制性はないんですよ日本のこの深淵切り替えっていうのがとてつもない強制性があって深淵に切り替えますとで深淵は世帯主は1ヶ月に300円しか引き出せませんと家族1人につき100円しか引き出せませんとでたくさんじゃあ9円を持ってた人たちはどうなったかというと事実上紙くずになってしまったんですよ もうあなた方が持ってるお札は基本的に紙くずですよっていうのが旧 a の預金封鎖です。金融緊急措置令です。かなりの荒領事ですで。なんでこんなことができたかというと、もうこれは圧倒的な GHQ という力があって、占領軍という力があって武力を持ってて、その力があったから、 もう私的所有権を無視するようなことができたわけですね。で、これで完全に財閥が没落します。前々回やりましたね。財閥解体で、はい、じゃあ株権を取り上げます。で、この株権に対して、はい、一応支払いますっていうのは救援だったんですよね。で、この救援はたくさん持ってるんですけど、救援は今言ったように、あの、一部しか深淵に切り替えられないので、ここで、その、三井だとか住友だとかいう財閥が、もう没落してしまうと。 傾斜生産方式を今から説明しますとでまず傾斜生産方式自体の仕組みを簡単に説明してからちょっと細かい話をしていきます大まかな仕組みを説明します簡単に言うと資源を重点的に投入しましょうというものです炭鉱があって資本主義社会であったらこの石炭を誰が買うのかというと多分お金持ちが買うんですよ 俺はもう金持ってるからもうガンガン電気使いたいんだとでこれは資本主義社会においては炭鉱主からするとこれは合理性があるわけで一番高い値段で売ってくれるからとでこの傾斜生産方式っていうのは資本主義的なものではなくて社会主義的計画経済的なものです炭鉱で得られた石炭はどこに強制的に売らせるかというと発電所に売らせます の電気をどこに売らせるか。これ金持ちではなくて、タネで買い取ってくれる金持ちではなくて、強制的に炭鉱に売らせるんですよ。そうすると炭鉱に電力が供給されて、もう一個炭鉱が掘れると。石炭の供給量が増えると。じゃあ、このさらに増えた石炭はどこに強制的に売らされるかというと、今度は、 製鉄所に売られますと。なんで製鉄所かわかりますか鉄道がないからそうですね。鉄道ができればより石炭が運べるし、また炭鉱にも売りますと。石炭を売る際に落盤を防ぐために天井に鉄板を敷くんですね。という感じで、政府が石炭を発電所に売れとか、電気は炭鉱を優先に回せという感じで、国家権力が炭鉱だ、発電所だ、 製鉄所だっていうところに指示を出して、その通りに動いていくと。で、まずは基幹産業。大元となる産業を回復させようと。大元となる産業っていうのは、これがちゃんとできることによって、じゃあ電気が余ったから、衣服を作る工場に電気を回せるよねと。これは消費財で、蛍光業で、これは基幹産業ではないです。基幹産業っていうのは、もう電気とか石炭とか鉄道とか、 インフラもインフラ、一番重要なところは基幹産業です。で、この基幹産業を動かすために、基幹産業にお札を配ったわけですね。で、結果、腹筋インフレっていうのが起きてしまいます。これ難しいんですよね。インフレ抑制はマストだって言ってますよね。じゃあ腹筋インフレを起こしていいかというと、これは、時間との勝負になるわけです。つまり、炭鉱に、発電所に、製鉄所に、お金を巻くことによって、インフレが起きるんだけども、 それよりも早く物が生産できればインフレを抑制できるわけですよね。インフレの理由として物が不足しているというのがあるので、復興金融銀行の融資っていうのは結構激悪に近いんですよね。効果はあるけども、インフレで倒れてしまうんじゃないかと。どこの炭鉱に、どこの発電所に、どこの製鉄所に融資するのかっていうのはお役所が政治家が決めるわけで、で、ここで、まあ昭和電光事件っていうのが起きてしまうと。 で、こう、いいか悪いかを置いといて、で、なんで日本っていうのがその賄賂が多いかっていうと、基本的にこの傾斜生産方式にも見られるように、政治権力とか行政がですね、その経済を回していくっていうのがあるわけですね。この傾斜生産方式に見られるように。結果どうしてもその癒着が起きてしまうと。 そのアメリカみたいに、固定派の国みたいに、いや、政治と経済は別だよと、ワシントンのニューヨークは物理的に違うからねっていうのであれば、そういうのは起きづらいんですけども、日本っていうのはどうしても、最初に、まあ、ブルジョアがいない企業がない段階から、じゃあ、岩崎くん、岩崎八太郎うくんと、じゃあ、土佐藩の船がね、あるから、じゃあこれ回してみるかっていう感じで、勧誘物の払い下げから始まって、企業を作ってって、と。 その後、もう、このように資源が限られた段階では、政府が中心となって回していくので、どうしてもそういうのが起きやすい環境にあると。まあ、アメリカの場合だと、その、お役人さんなのか民間人なのかっていう区別がはっきりしてますけど、日本の場合だと、じゃあ、NTT に勤めてて、じゃあ、完全に民間人かというと、そういう意識はないわけですよね。やっぱり、こう、日本株式会社みたいな表現があるように、民間と、こう、役所の区別が、境目が曖昧っていうのがあるので、 まあ先ほどの東京電力なんかそうですよね。半分役所みたいなもんですから。で、最後ちょっとこの話をして休憩になるんですけども、この傾斜生産方式やった有沢宏美さんっていう学者さんは、テキスト右の方に置いてますけども、人民戦線事件っていう,こう戦前の事件で、治安時法で捕まって検挙された人なんですね。まあ、左派系の人なんですよ。 で、経済生産方式は先ほど言ったように、社会主義的な政策です。計画経済ですと。で、ここでまた話がありますが、アフリカなんかの遅れた国っていうのが結構社会主義国家である場合が多いんですよね。で、なんで社会主義国家なのかと。もちろんその、遅れてるから食料が不足してるから、食い物がないから、平等という意識が強いっていうのもありますけども、 手段としての社会主義っていうのはあるんですよ。手段としての社会主義っていうのは、資源がない中、どこにまず資源を重点的に配置して、これを回していこうかと。この経済生産方式に見られるように、まずは炭鉱でしょうとか、まずは発電でしょうと。それ以外は二の次だよねっていう。国家権力がある程度経済をコントロールしないことには、経済っていうのは、 動けないっていう段階があるんですよね。そのフェーズがあるわけですよね。だから遅れた国っていうのは手段として社会主義、政策、行為ある場合が多いですよ、と。まあそれは戦後の日本の経済生産方式と理屈は同じです、と。まあ、逆に言うと、経済が発達して、民間に余裕があって、もうこれほったらかしていけばいいじゃんってなってくると、 じゃあ、規制緩和だとか、役所の指示は少なくしましょうとか、じゃあ、電電公社を NTT にしましょうとか、民営化みたいなことになっていくと。はい、じゃあ、ちょっと一旦休憩しましょう。